高校の時にまでのどんな学び方をして子供に対する見方とか教育に対する見方とかね、考え方、生徒間教育とか、そこら辺のね、どうなんですかね、親もそうでしょうし、そうなんですよ。いろいろとずっと PCC を回してるなんていうのが出ますけど、はい、それでこうつまり点数を取る以前の勉強しかしてこなかったことは、ね、Thank you.
先に取られて、難しいですね。しかも全然僕よりクオリティ高いし、どっちみち負けてたって、先にやってても負けてたし、やり始めたのにいつの間にか義務感が。近くの鶴居村ってところに、はい、リンの田舎暮らしっていう、いますね。いますよね、うん、あれなんか多分おじさん狙いというか、うん、